はい、今日は10月の19日土曜日夜9時10分現在の腐敗した政治行政社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、国民市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車宮南東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。昨日中途半端に終わりましたね。あれほどね、我が日本国は世界一治安のいい国である、そのようにね言われていた全世界から、今私たち日本国に注目されているのは、なんと連日映画のようなギャング団が横行している。この私が15年ほど前から、このね昨日もね少し冒頭で言いました、あの暴対法ね、というのは政治活動をやっていたらね、私が一番重要としているのは私たちの日本の国の歴史なんですね。歴史というのは時代時代が刻まれていって、その時に何があって何が起こったのか、そしてその時の状況はどうであったのかというのが刻まれてきて、歴史が現代に引き継がれてきているわけなんですが、戦後早79年もうあと2ヶ月で80年ありますに、昔は自分たちの国の歴史をちゃんと教える学校教育であったことは言うまでもありませんが、戦後の学校教育、特に昭和30年代までの学校教育というのは、まだ日本人の精神、民族精神が盛んにね持っていた、その国民が私たち日本民族精神とはね義理人情に厚く、そして心には優しさを持っている、そして絆が固い、助け合いが一番行われる国である、このようなことを地方で伝統のごとく引き継がれてきていたものが、学校教育がくるっと変わってきたのが、だいたい我々が卒業した40年、昭和40年代からだん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 おかしな教育になっていった。それはなぜかというと、戦後昭和20年にたった1週間10日で戦勝国とのたまう米国が作って、そして私たちの日本民族精神を解体せしめるような法律まで作って、がんじがらめにしていた。しかし、焼け野原になった我が日本国の民族は、その法律がどのようなものであるかというよりも、その日の暮らし、生活がね、本当に貧窮していたために、みんなが働いて働いて、働いて、ね、そして、学校教育というのは、ね、
2の次、3の次になっていた時代であったわけなんですね。ところが、その思想に持っていっている、この共産主義、さらには社会主義と言われる連中らの思想が、私たち国民が働いて働いて働いているときに、自分たちの子供を洗脳するような、要するに国を崩壊させるような、私たちの国というよりも、日本人の精神を、道徳心を解体、崩壊させるような教育を行ってきた。そして、共同成長、高度成長において、昭和35、6年から50、5、6年、60年までですね、昭和64年まで、4年までに、ね、本当に日本国は世界第二と言われる、ね、経済大国となった、ね、国は小さくても経済は大国だと言われるような国になっていたものが、今になって戦後80年になって、本当に精神的な教育がいかに崩壊していったのか、それが現実として現れてきたときによく考えると、本当に民族精神、道徳心が完全に崩壊した元凶が今の社会に蔓延しているね。そして金権主義、これの政治になったために、政治家だけが自分たちの思想、信条はどこへやら金のために行う政治となっている、そのような中において、現在その実態がはっきりと現れてきた選挙が行われているんですが、この選挙の真っ最中にね、何年ぶりですかね、あれは我々の同志が国会議事堂にジープにガスボンベを積んで、そしてね、火をつけて国会議事堂へ飛び込んでいった。その同志は今、ね、国家大学の中に隔離されているんですが、あと確か2年ほどですかね、帰ってくると思うんですが、この今日、早朝5時過ぎですか、ね、同じようなことが国会議事堂、さらには自民党本部へ、ね、下院民が投稿、ね、投棄されたというね、ニュースが踊っていますが、本当にね、今の日本国の腐敗崩壊した現況を見たら、ね、そのような民族精神を持っている人たちは、日本国にはまだまだたくさんいると思うわけなんですね。ところが、ニュースを見ると、賑やかな観光地、ね、そういうところが映し出されて、本当に格差社会になっている。片方は観光で賑わっている。しかしその中で全国で、ね、選挙カーが走り回っている。しかしそれを聞いている国民というのは、本当に全体から見たらね、10人に2人か3人聞いていたらいい方ではないかな。そのような中で、この日本国の不法的な、法を無視された崩壊的な現況が毎日、ね、今は関東だけでギャング団が横行しているということが、この一週間連日報道されておりますね。私がこのようなことは絶対に、そらそうですね、私たちのように自分たちの国が一番大好きだ、ね、
そして自分たちはこの日本という国に生まれて、親と生まれてから我々70年代の連中らは本当にみんなが苦しいことも知っている、貧乏したことも知っている、そしてだん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 働いて働いて、ね、暮らしが楽になっていったね、そしてこのような75、6になってからね、なんとね、我々が若い時ね、そして学生の時ね、こんなことがね、連日ね、義理も人情もあったもんではない、金のためなら何でもね、買えるというような世の中になった。よくね、冗談で言うんですよ。ね、一時言われましたね、金では買えないものがあるんや。このようなね、教えを受けてきた我々にとっては、今になったら何を言うてますんや。このように金で買えないものなんかありえないですよ。ね、それは当然ですね。簡単に言ったら、命までもが生命保険というね、金融屋が買い取っているではないか。ね、これ全て金ではないか。ね、そのようなね、じゃれ事の話を冗談で言うこともあれば、本当に今の世の中にあれほど治安は世界一ね、平和な国であると言われた、しかしこの私が昨日冒頭で言いました暴対法ね、暴力団をね、追放して、そしてこの裏でどのような社会になってきたか、皆さんね、本当にね、今の社会や企業ですね、資本主義社会の企業とね、政治を司る者連中の今身近にある役所ですね、それとね、ゼネコンと言われる企業、この連中らすべて私たち国民の税金で生活しているような連中らはね、その税金を食いつぶす職業からね、定年になっても離れることができない。ならばこの連中らが考えたのはね、この前ね、三重県に行ってね、ある業者の人と、建設業者なんですが、話をしていたらね、堂村さん、今本当にね、会社でもね、持て余している連中がいるんですよ。このようなね、コーヒー飲みながら話をしていたんですが、それは持て余し気味にいる社員を首を切ることもできないんですわ。それはどのような社員かというと、つまり今国民の皆さんには耳にしなくなっていた来たね、天下りというものなんですね。この天下り、どこからね、来た天下りかというと、ゼネコンやちょっとした地方の建設屋にもね、そのような天下りが一人か二人、二人か三人雇われている。それはなぜかというとね、今から30年ほど前ね、まだ地回りと言われるね、ヤクザ屋さんの事務所がたくさんありましたね。この私たちの日本国の伝統のヤクザ屋さんという人たちの呼び方が昭和の時代でも何回変わってきましたね。時代劇でもそうですね。ね、次郎長、清水の次郎長の呼び方もそうですね。そのような中から歴史を持ったこの
物語。ね。昭和の60年ぐらいまでは、ね。要するに、ね、任侠映画、ヤクザ映画、都政人の映画というね、様々な、その、都政人と言われる旅ガラスですね。よく今でも流れている、あの、月影兵庫とか、ね、花山とかいうね、このような、あの、焼津の判事のような、ね、一本どっこの旅ガラスと言われるような物語、くっかけ時次郎、ね、さらには、そういうね、伊豆の佐太郎とか、そういう時代劇ですね。これに刻まれてきた中において、必ず人情が絡んできた。ね、弱きを助け、強きをくじくというね、このような民族精神を持っていた。戦後もそれが多感に発揮されたことは、今の連中らはもう完全に今の高校生、大学生などは知りませんね。この関西地区で、ね、戦後全国でそうですね。終戦になって日本は戦闘に負けた。ね、その時に、ね、米兵が全ての都道府県に駐留していて、ね、そして自分たちの銃は、ね、完全に、その米兵に、ね、米兵に逃げられていた、そのような時代があった。それさえも、今の若い子供たちや青年は知りませんに、知っていると言っても、ごく一部である。ね、この義理人情で、私たちの日本人を、一番国のためになった人たち、ね、これに、この治安を守るために、自回りと言われる、ね、今でこそ、ね、社会の隅に追いやられている人たち、これはね、私はね、何も是正するわけもしてもしません。これはね、必要悪と言われる。この人たちが、私たちの日本人に、どのような、ね、行動で日本人を助けてきたのか。ね、それを今の国民のこの資本主義社会のね、トップに立つようになったら、そのようなものは全て排除するというのは、これは政治がね、我が国を崩壊させたと言っても過言ではないわけなんですね。なぜ私がそのようなことに断言するかというと、私はまあ現在、ね、政治行政の悪性姿勢を徹底的に調査して、そして皆さんにその事実と真相の誓いをこうしておりますね。今の役所、さらには政治家、ね、調査をすればするほど腐りきっている。それが全ての役所がそうであるように、役所が腐るのは、誰が腐らすのが政治家なわけなんですね。それはなぜか、市民が納めた金を机の上に置いて、それをどのようにして分けて使おうか。その分けて使うにも、自分たちが先にね、これを決める段取りをするための税金をわしづかみにして、残ったもので、ね、国民のために、市民のためにと言いながら行政をやっていますが、その集まった金を自分らが先に取っていてやるから、国民の生活など楽になるはずがありませんね。しかし、ね、この税金で公共工事というのを発注すれば、それには当然政治家が口利きで頼んで、この口利きというのは、もよくね、ありましたね。明治時代のね、公共工事、堤防を作る、道を作る、ね、何々を作るというね、そのような中でも、ね、苦労して、地元のために頑張ってきた、その人たちの物語がたくさんありましたね。それには何が絡んでいたかというと、義理人情、ね、そして優しさ、人とのつながり、このようなことで、ね、
日本はね、だん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 ね、このような経済大国になってきた。しかし今の社会はどうですか？ね、本当に格差社会といって金持ちとね、貧乏人とね、真っ二つに分かれるような中になってね、そしてだん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 ね、絆や人情や義理やそのようなものはなくなって、一番持っていた日本人のその日本民族精神というのをバラバラにするような学校教育で育ったものが全て議員になっているためにね、自分さえ良ければね、それで良いね、みんなでやれば怖くない、このようなことを堂々とやっている社会になってきてしまったね。そして自回りとしてね、そこらに、そうですね、今から30年前だとね、タスカンあった。なぜ皆さんね、よく言われる愛国者ほとんどの人たちは今はね、右翼団体と言われて、それを知っているね、というのは大体30から上の年中ぐらいかな。ね、言葉で聞いても右翼団体と言われる愛国思想主義者の人たちがどのような活動をしてね、長年ね、同じような我が自分たちの国をね、良くするために活動しているてくれかというと、あの安保の闘争があった時にね、この時に国家権力ではどうすることもできないほどね、学生やさらには企業のね、会社の連中、国民が安保反対のために国会をね、取り巻いて、そしてもう政治も日中もさっちもいかなくなった。ね、そのような時があって、警察のね、権力を持ってももうどうにも抑えが効かない。ならば、ね、このね、地回りの人たち、要するにね、ヤクザ屋さんの事務所へ政治家が頼みに行ってね、今こういう状況になっている、もう警察権力ではどうにもならない、だからね、力を貸してくれ、このように言ってね、あちらこちらでそのようにして権力は自分たちね、しなければならない仕事がもう手に負えない、自分らでどうにすることもできないと言ってね、頼みに来て、その人たちが自分の命を投げ打って、ね、国民に対峙させた。手先として使われた。それでも、ね、日本の国のためにあればというね、必ず愛国心を持っている人たちばっかりですから、ね、それに、ね、協力して、そして平定させていった。そのような歴史がね、いくつも全国でそのようなことがあった。しかし、今、私たちの日本国で、我が日本国の政治家、まともな政治家がね、いると思いませんね。ですから今日朝のね、突撃したね、この新聞で、我々はね、新聞報道、テレビのニュースでしか知り得ないですがね、この人ね、埼玉県薄田篤信49歳のね、当時、この人が国会議事堂へ向かってね、矢を放った。ね、こういうことがね、果たして、これ、なんとコメントしているかというと、新聞には選挙期間暴力許せぬ。これ、選挙期間暴力許せぬ。そして、この、暴力を許せぬと言われたこの裏で毎日何が起こっていますか？ね、埼玉県や千葉県、さらには東京でギャング団が荒らし回っている。ましてや平気で人のうちにね、入り込んで、そうですね、そしてとんでもないことをね、やっている。それをね、この今の警察は、私がいつも言っていますように、
警察というところは皆さん履き違いしてはダメですよ。どういうことかというと、治安を守るどころか事件事故を作り上げて、そして書面にして裁判所へ送る、これが仕事なんですよ。ね、皆さん。警察が人を助ける仕事をしたというのは、100件のうち1件ぐらいしかないですよ。必ず、人を助けるのは、正義心のある国民か、消防署員、政治家がいつも言っていますね。国民の命と財産を守り、安心で、安全で安心した生活のできる街づくりに邁進してまいります。これが全ての立候補者が口にする言葉ですね。ところが、この国民の財産と命を守ってくれる部署は消防署以外にないわけなんですよ。ところが、一昔前、30年ほど前は違いましたね。地回りというね、ヤクザ屋さんの事務所があって、その近所で、いかがわしい連中らが騒いだり、ね、強盗や暴力事件を起こしても、必ず自分たちの町であれば飛んで行って、ね、それを収めていたり、そのようなことがないようにしてくれたのが、ね、必要悪と言われる、ね、ヤクザ屋さんの事務所、組事務所だったわけなんですね。それが今は、暴対法というもので、ね、自分たちの先輩が、ね、お世話になった、この日本国がお世話になった、その人たちを、ね、がんじがらめにして、ね、そして、このような治安が悪い、私たちの日本国になったことは、ね、なんと、事件があるたびに、それを担当者は何と説明していますから、ね、このようなことが二度と起こらないように、ね、そして取り締まりを強化してまいります。そういうコメントだけしか発表されませんね。私の同志が今からね、15年ほど前ですかね、マンションの3階に住んでいた。そして下のベランダから何か音がするので下を覗いたら、ね、ランクルジープですね。ランクルのところに2、3人の、ね、ものがどうもドアをこじ開けようとしている。上から見ていたら、ね、泥棒だ、車上荒らしだと思ったので、ね、僕と思って走って降りていったというんですね。そうしたところ、駐車場へ降りていって、ね、当然活動しているもんですから、そのようなものに臆することはありませんね。僕と思って行って、出て行って、ね、こらと言ったら、ところが、その三人組もどうも鉄パイプを持っていたようで、本人に向かってくるよりも、その車、ジープのフロントガラスを一撃して叩き割って三人逃亡したというんですね。乗ってきた車で逃亡したらしいんですね。そして110番、当然そうですね。身内の者が110番して、今車上荒らしが来ている。そして通報した。
さあ、110番したからすぐパトカーが来るだろうと待っていたが、待っても待っても来ないというんですね。5分経っても来ない、10分経っても来ない、15分経ってもまだ来ない。2回も3回も110番しても来ない。ね。当然、110番でね、受けているはずなのに来ない。時計を見ると、110番してから20分経ったというんですね。ようやくサイレンが聞こえて、現場に来たというんですね。2台ほどのパトカーが。さあ、その中で何があったと思われますか？普通ね、皆さん今のパトカーというのは、大体、遅くでも10分以内、7分、6分、7分と言われていますね。110番があってから、ね、5分から7分の間に現場に到着すると言われていますね。ところが、その15年ほど前に起こった、ね、事件というのは、110番しても、20分してから来たというんですね。それは、どんな110番したんですか？だところが、ね、110番受けた警察官が、どういう人物ですか？当然聞きますね。どのような状況ですか？ね、3人組です。ね、それは、ね、日本人ですか？どうですか？これを聞く前に、どうも、片言の、ね、日本語のようでした。なんか、わけのわからない英語か何かをね、わめいていました。こう言ったから、後で気づいたのは、110番して、20分も来なかったのは、外国人、不良外国人は、警察官が現場に即興に来たら、凶器を持っていたら反抗してくる。だから、4回も5回も110番しても、20分ほどしてから、2台3台のパトカーが到着したというんですね。この状況を、私はね、知人の本人から聞いていますからね、その時に分かったのが、なるほどな。日本人であれば即座に来て、ね、日本人の強盗を今まであれば即座に来ていたが、不良外国人が不法者が今蔓延しているために、外国人がそのような窃盗団組んでいたら、警察官が直接行ったら反撃を受けて自分の身が危ない。だから110番受けた連中らは、外国人であることを認識して、現場の近くまで来ていて、時間が経つのを時計見ながら待っていたん違うかな。そうとしか思われませんに、この度の連続強盗、ね、これギャング団ですね。日本では強盗だ、ね、もう殺人事件だというのは、本当にアメリカ式のギャング団。これを私はね、その時から皆さんにね、ライブで何回か言ってますね。必ずそういうね、この暴対法がね、がんじらめに義理人情のある人たちをね、法的で抹消したら、このような社会になって被害を受けるのは弱き市民である。そのような時代になってきましたね。これ誰がそのような時代にしたのか、社会にしたのか、すべて政治家なわけなんですね。政治家がね、治安を守ると言いながら、どのようにして守ってくれるのか、ね、守ってくれたようなニュース、ね、今、大々的に報道されるのは、コンビニの店員さんが、ね、ATM で振り込み、オレオレ詐欺か、ね、
投資詐欺に振り込むような、そのようなことをね阻止したから感謝状を警察が出したね。まして一番多いのがね、オレオレ詐欺や振り込め詐欺にね、新聞ね、チラシを入れて啓蒙してくれた、それをもって何が新聞販売店、新聞社の販売店の販売店のね、店員たちを、店主をね、感謝状を送った、このようなことが新聞報道されていますに、私なんか年から年中ね、振り込み詐欺に気をつけて、人生お金が必要だ、ほとんどそのようなね、振り込め詐欺のね、啓蒙活動しています。ね、しかしね、この世の中の今の治安の悪い、本当にね、こんな事件がね、連続して起こっている。ましてや、いくらこのような連中らを逮捕したところで、もう日本の今の治安というのは、警察権力や、さらにはね、裁判制度でもそうですね。そしてどのようなことになっているかといったら、今日6時から特集やっていましたね。刑務所のね、宮城刑務所ですかね、この中で無期懲役ね、これの取材やって、刑務所の中が報道されていましたがね、受刑者をね、三読みで名前を呼んでいるね、そしてもうあの歩く姿なんかは、私が国家大学に行った時などはね、ね、要するに入所してから講座というのがあってね、それで訓練のやり方、そして作業のやり方でもね、むっちゃくちゃ厳しくね、体操でもそうです、何でもそうですね、例えばね、部屋に帰ってタオルのね、縁が1センチ2センチずれているだけで減点1点だね、自分の私物棚の下にタオルをね、かけて端と端一番ピシュッとね、なるようにしてないと、これを見られてね、窓を開けて、夏ですと窓を開けて帰ってきたらね、当然窓から風が入る、その時に乾いたタオルが揺れてね、端と端がずれていたね、それを担当が見てね、何番、あの何番、減点1点と言われるわけなんで、減点が重なったらね、進級できないね、そしてまた点数的にね、進級はできないし、そしてね、日当、ビビタル日報でもね、供給が上がらない、そのように厳しくね、やられていた、その仲間でもが、何々さん、何々くん、ね。そして、殺人を起こした、強盗をやった、この連中でも、ね、今年老いたことが、ね、テレビで、ね、もう、ね、この人物はここで一生終わるんだろう、というようなことがね、本当に、何とかしなければならないな、というような、思わせるようなテレビの報道なわけなんですね。しかし、ね、自分たちの国の国民に対して、ね、殺人を犯したり、そしてね、もう世の中では、ね、このようなものはいなくてもいいというようなもの、ね、を擁護するような人権崩壊、ね、人権尊重という中が、ね、人権尊重どころか悪いことをした連中らの人権だけが尊重されて、ね、今よくあるのが、ね、女の子が警察に、ね、前付き合っていた男が、ね、別れたのに、ね、ストーカーで、いつも、ね、張り込みされて、怖いから助けてください。ね、言いに行った。さあ、警察が分かりました。ね、そしたら、ね、見回り協力にするようにしますからと言って、ね、最初のうちは2時間に1回ぐらいパトカーが回っていた。ね、ところがそのうちにそのような状況もなかった。
ところが、それでもやるものは、ね、本人を読んで、ね、二度と200メーター以内近づくな、とかね、そのようなことを、ね、言って、しかし、ね、その女性が、ね、ある日、突然、襲われて殺される。何件も起こっていますね。ところが、このヤクザ屋さんが、ね、地元に寄ったら、その事務所にすいません、お願い助けてください。ね、おかしな男がね、私ね、いつもつけられて怖いんです。言ったら、よっしゃ、わかった。な。そして、ね、その人たちは張り込んでいて、その男が来たら、ね、それを捕まえて、二度と、このね、女に近づかないような、ね、そういう処置をしてくれていた。だから、今のような、ね、民間に押し入って、ね、野中の一軒家と言われたら、そうですね、あの千葉県、埼玉県ですか、本当に一軒家のところに、堂々と行って、ガレージに止まっていた車まで乗り逃げした。これ、関東だけで終わると思いますか？私はそうは思いませんね。このようなことは全国、日本国全国でこれから多発してくるんじゃないかな。タケノコみたいにこのような事件がね、起こってくるのではないかな。これ何を変えたらいいんだ？簡単なことなんですよ。政治家なんですよ。政治家を変えたら、ね、もう今、政治家を変える以外にないわけなんですね。なぜならば、税金泥棒が、ね、みんなでやれば怖くないと言って、役所や、ね、政治家が全てのものが、この税金の濡れてに泡のわしづかみ、定年になっても、まだ税金で暮らすようなところに天下りする。ね。このような状況、現実なわけなんですね。普通の人は、そんなことは言ったら、ね、皆さん、私このようなことを言ったら、権力批判、警察批判、なりますね。天に屈せず、理に走らず、なんですよ。ね。本当にね、私が、ね、各役所の調査をやっているんですが、どこの役所に、ね、開示請求して、その書類を、ね、目を通したら、もう、どこまで腐ってるんだろう。業者と、職員と、政治家と一体になって、ね、市民の税金で賄われる公共工事を、その税金の食いつぶしが行われている。私がね、この東大阪、私の東大阪、役所に、府警本部の OB、30人以上を野田市長は雇っているわけなんですね。皆さん、この府警本部の元警部とか警視をやっていた、定年退職になった連中ですね。この連中らが、ね、どのような生活をしているかというと、先ほど冒頭に言いましたね、三重県に行った時に、あ、ね、三重県に行って、ある業者と話したら、ね、二人ほど、ね、もうどうにもならん、ね、職員、もう重荷になっているんですよ。コーヒー飲みながら話していたら、それは、ね、三重県警警察の OB というんですね。なぜ20年ほど前から暴対法ができた時からだん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 そのようなことが起こってきたわけなんで、自回りのね、ヤクザ屋さんをがんじがらみの法律で縛り上げて、そして排除して、ヤクザ屋さんがやっていた、要するにね、自回りの徴収金ですね、俗に言うみかじめ料、3万円、5万円、1ヶ月ね、3万円、5万円。ね、で、地元の見回りをしていた連中らの、その仕事を言うたら、ね、すべてを取り上げて、がんじがらめにして追い出して、その代わりに、ね、要するにその自分が、ね、ヤクザさんが、
企業に来ないように会社に一人二人と雇ったその連中らの仕事と言ったら、ね、何もないわけなんですね。会社に出てきたら机と電話、ね、机があるだけで、ね、電話はみたいにもしないし、ね、ただ会社に出てきているだけ、ね、スコップを持って仕事をするわけでもなし、事務所に座って、ね、一日、ね、ブラブラして、それで、ね、もらう給料は25万円から30万円、ね、役所の、ね、天下りがそうなわけなんですね。調べたところは、ね、週に3日、4日出てきてもらう給料は1人25万から30万円。30人もおったら皆さん、ね、年間1億円ですよ。ボーナスを入れた1億円。その連中らが、ね、なぜ私がね、言うんですよ。役所にはね、警備会社も入って、ガードマンもたくさんいるわけですね。20数人おるわけですね。今、様々なとこから派遣社員受付でもそうですね。役所の職員が受付をやっているわけではありませんね。ガードマン会社から派遣社員が、女性社員が受付をやっている。ね。そして、ね、駐車場管理もすべて、ね、民間の業者、ガードマンの会社がやっている。警備もやっている。そんなところに、ね、府警本部の天下りの連中、定年退職になった、ね、連中らが天下りしてきて、60歳定年であれば、年金をもらうの65歳からなので、その5年間を、そのようなところで、またまた税金を食いつぶしている。ね、これが、ね、企業に天下りしてきて、ね、まだ、ね、ヤクザ屋さんがおるときには、公共工事に、ね、事業に、そのような連中らが入ってこないように、ね、トラブルが起きないように、会社で雇っていた一人二人の、ね、その連中らが、今は、ね、暴対法があって、ヤクザ屋さんがほとんどいなくなった。ならば、この連中ら雇っていた二人、ね、60万円、毎月30万、30万、払わなければならない。会社としては、重荷になってきますね。ところが、無限に断るわけにはいかないというんですね。まあ、アホらしいですわ。このようなね、笑いながら話をしていたんですがね、もうとんでもない国になってきたな。ね、何回も皆さんにこのライブで私が伝えてますね。大阪市の水道工事。ね、これ私が今、ね、問題を投げかけているんですが、ね、で、来週の月曜日というか、あさってですかね、に開示請求した文章が上がってくるんですが、ここを調べたところでもね、平成2年ですよ。あ、令和2年。令和2年に私が開示請求して調べたところが、大阪府警本部 OB、府警 OB というね、警察官の OB、何人大阪市役所に天下りしてくれるかと言ったら、ね、164人と出たんですね。ちゃんと書いてあるんですよ。ね、府警 OB。ところが、天下りとは書いてないんですね。皆さん、天下りっていう言葉が消えましたね。どのように、ね、国民市民にわからないように、その言葉が使われているかといったら、会計年度雇用職員。会計年度雇用職員。ややこしいですね。わかりませんね。何のことか。そのような、ね、ものを雇う。会計年度職員。ね、雇用。会計年度雇用職員と書いてあるわけなのに、その後ろに括弧がして、府警 OB。ね、164人。大阪市役所本庁舎だけで。さあ、大阪市には24区ありますね。様々な区がありますね。その区の中に何人いると思われますか？4000人以上なんですよ。ね、びっくりしましたよ、私も。なぜならばね、あ、なるほどなって思ったのが、水道局の工事発注ですね。みんなでやれば怖くない、業者と職員と、そのような OB と、さらには、議員、
市会議員ですね、この連中らが結託して、ね、他の業者には公共工事が当たらないような入札の方法で談合して、すべて公共工事をその連中らで仕切っている。このような実態があるわけなんですね。ましてや、今調べている隣町のね、大東市のゴミ収集業者などはね、ほとんどの市町村が1台1ヶ月3人乗りで150万前後でやっているのにもかかわらず、隣の大東市のパッカー車1台1ヶ月ですよ、300万円ぐらいの金を何十年間もね、夢のごとく濡れてに泡でもらっている。ね。これを今、私が徹底的に調査して、今、市長や議員に公開質問状を提出しているわけなんですね。おそらく来週ぐらいには、その回答が上がってくると思うんですが、まあ今はね、来週、27日、日曜日までは選挙があるので、ね、このスピーカーも使えません。ね、やっぱり政治家も、まともな政治家、ね、が、いろんな党派を名乗って出ていても、その中でもね、こんな国で、こんな政治ではダメだというね、本当の政治家、いないと見たために、今日も朝からね、おそらく国会議事堂、ね、住民主党本部、さらにはね、総理大臣官邸で、ね、車が突撃したというニュースが流れていますね。一方ではね、毎日ギャング団がね、家の家庭の玄関であろうがどこであろうが叩き割ってね、ましてやね、昼間堂々に宝石店にね、強盗が押し入っていく、二人三人で押し入っていくね、そしてそれがね、素人がやっていくというから、もう手のつけようがありませんね。このような社会にしたのはね、今の政治なわけなんですね。そして権力が腐敗崩壊しているときにね、いくら政治家がね、数少ない政治家でいろいろやったところでね、我々のような活動家というのはもう今の日本の国というのは基本的にまともな日本民族精神を引き継いでいくような教育するには100年かかるであろう。ね。というのは、100年前に崩壊させられたものを、おそらく100年でもこれから先無理ではないかな。ね。思いますね。ところが、ね。このようなことをね、本当に、ふと思うのは、今の世界情勢を見るたびにね、毎日新聞見る、テレビでね、本当に危惧するようなニュースは少ないのに、戦争、ね、中東でそうであるように、このアジア情勢でもそうですね、ウクライナとロシアの戦争、さらにはね、北朝鮮の兵士1万5千人がロシア兵としてウクライナと戦っているんではないかな。そのような情報が今日ね、ニュースとして流れているんですが、本当にミサイルを撃って、韓国と北朝鮮のね、今まで行き来できていた橋までも爆破して、そこに擁壁を作るというようなことが発表されている。あるいは台湾海峡ではね、シナ中共がね、空母まで出して、そして取り囲んで威嚇を行っている。我が日本国の尖閣諸島にはね、領海侵犯しても、新聞などはね、テレビなど一切報道しませんに、新聞に3行4行で、今日も領海侵犯しているね、シナ中共のね、船が、軍艦がね、何時間停留していた。このようなことがね、ちょこっとお知らせ程度に書いてあるだけですね。そのような中で、今、この1週間、来週1週間、ね、様々な、ね、立候補者が、ね、みんなでやれば怖くないような選挙をやっている。しかし今、このような社会崩壊した中でも、政治に参加しようというような
国民、今回もおそらく、ね、投票率 40% いくかな、皆さん。どう思われますか？今の私たち国民の政治に向かう関心度、ね、せめて 45%、10人のうちの、ね、50% 言ってくれたら、おそらくね、世の中が変わる、気温が、基盤ができるんではないかなと思うんですね。10人のうち、有権者10人のうち、5人が選挙に行ったら、おそらく、これから我が日本国の社会が変わっていけるであろうというような政治家が誕生してくるんではないでしょうかね。なぜならば、自由民主党党員や公明党党員、さらには維新の会党員、ね、このような連中らだけで選挙をするのであれば、日本の国のこの腐敗崩壊した社会、何も変わることはなく、これ以上に、ね、腐敗崩壊したものがズブズブになっていって、もうとんでもないことになる、なった時に、ね、私たちの日本国の国家国体も今、ね、崩壊しつつありますのに、このような中におったら、本当にね、このような中において、ミサイル、ね、一発二発が日本国本土へ、ね、飛んできたら、本当に我が日本国の、ね、若き青年の連中らは、ね、よし、自分らも戦おうというものが、ね、何人いるというんでしょうかね。我々、年寄りは、ね、まだ気が持っていますね。自分らが盾になってでも、ね、鉄砲持ってでも、ね、頑張るぞという気がいっぱいありますね。しかし、今の和光度は、ね、戦争をやめろ、ね、消費税やめろ、そのようなことをやってね、いうぐらいがいっぱいで、攻めつき、したら、攻められたら、ね、それを防御して自分たちの家族を守ろうという、そのような祈願など、ほとんど、ね、もう、皆無に等しいほど、祈願もなくなった。それほど、私たち日本人の心が荒んでいる。社会が崩壊している。自分の国民を守ってくれるのではなく、今こそ自分の命は自分で守り、家族の命も家族で守らなければならないような社会になっていることを国民の皆さん、市民の皆さん、だから政治家を変えなければならないような選挙、今必ず投票所に足を運んでしっかりと政治に目を向けるときが、我々国民に与えられた清き一票選挙権で、本当の政治家を目指している連中、自分たちを守ってくれるような政治をやってくれるような政治家を育てていこうというつもりで選挙に行こうではありませんか。我がこの13国もね、市民の税金を猫ばば横領して自分だけのものにしている。そして、選挙事務所といえば立派なものを出すが、支部のね、事務所はね、ほったらかしで、己の私利私欲でしか政治家やっていない。このようなものに、皆さん、このようなものを、この東大阪市から追放しなければなりません。今こそ、国民揃って選挙に行こうではありませんか。あと一週間、どの候補者が、どのようなことを、公約を、市民に訴えるか、その公約が実現できる公約であるかどうかを見極めて、ね、みんなで選挙に行こうではありませんか。それではまた明日お会いしましょう。こんばんは、これにて失礼します。おやすみなさい。